しの練習の仕方について質問が来ていたので、一つエクササイズをやっていこうと思います。まず楽器はもう置いてください。弓だけ持って、まず正しい形を覚えさせるために左手弓先を持ちます。で、弓と必ず床が平行になるように持ってください。まずはで、まっすぐ左手で右手を引っ張っていきます。引っ張っていくと、で、ここは固定で、手首から先がこう自然に動くように手首から先の力を抜いてください。で、引っ張っていくとこういう形になると思います。で、また戻します。で、また引っ張ります。戻す。これをまず鏡の前でやって繰り返すようにしてください。で、次にこれをこの形を覚えたら、次左手はもう添えるだけで、さっきの形を今度は右手を動かして、右手手動で同じ形でできるようにやっていきます。で、これが最終的に左手なしで同じ形で指が送れるようになったら、弦の上でも同じ形でできると思います。やってみてください。